発見ツイッター探偵たん本日もですね、あのえー、いつもの MC、長尾隆先生がまだあの、えーまあ、治療中かな。手術のうちですよね。なのでで、えー、お休みでそして、えー、もう 臨時というよりですね、あのう、常駐ピンチヒッター。<laughs> 臨時ですって、臨時。先生にですね。はい。どう、まあ、も、あの先生じゃないですけどね。本当に申し訳ないです。よろしくお願いします。はい、ご活躍をあの <laughs> いただきたいと思っています。三回してないじゃないよ。二の日が、新しい、あの今年最後の月になりました。あの教師も走りまくるですね。えー、師走の。なんか12月だ今日から。あ、そうですか。そうか。はい うん、12月の1日になりました。はい。もうねこ、今年もあっという間に過ぎ去って、とうとう最後の月でございます。あの、皆さん、あの、最後の1月、あの、大切にですね、時間を大切に、あの、えー、過ごして、えー、また来年をなんとかね、えー、無事に迎えられるように頑張りましょう。大切に過ごしたいんだけど、この年になったら1年があまりに早くて、はい、大切に過ごしたいと思ってる先からも日にちがどん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 消化されるので、 もうなんか分かりまんもう1年みたいな <laughs> そう本当恐ろしいですよねいや僕もねもう12月かよとついこの間夏だったじゃないかと思うんですけど<う> <laughs> ついこの間冬だったのにみたいな感じで <laughs> <laughs> そんな感じでございますが <laughs>、はい、ねあのそういうことで12月最初のそれでなんだっけ今度、えー、運命のスペイン戦があそう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  今日今日とか、あ,あ明日の朝の4時でしたっけそう。本当は見たいんだけど、明日も議会があるから、寝坊しちゃいかんだろうなっていうか、う,う,うん、見たいなっていうですね。年ってだから目覚めちゃう可能性あるから、苦 <laughs> なく見れる可能性があるなと思って。ちょっとね、このネタ引っ張ると、あの僕、前ツイートして結構反応があったんですけど、 あのサッカーのねあの、ワールドカップとかの中継って、テレ朝がやると負けるっていうジンクスがあるんですよ。あそうなんだそうで、それで、あのーまあ、この間のコスタリカ戦、テレ朝だったじゃないですか。あそれで、で僕がジンクス破れなかったみたいな感じの、うんま、泣きみたいなツイートしたらですね、まあ、結構いろんな反応があって、そんなあのジンクスあったのかとか。 <あ>うん、そう言われてみたらっていう人もいるし、うん、いやいや予選の時はずっとテレ朝が放置したけど勝ってたじゃねえかとかですね、うんまあ、いろいろ、まあえー、賛否おり交ぜていろんな反応があったんですけど、うん、これ私が別に発明したジンクスじゃなくって、うん、私のよく知るあの某民放でスポーツ番組の担当を長く務めていたディレクターだった方が、うんうん、まあ うんちくとして教えてくれたことなんで,高いです、ね。私のあの個人的なですね。あの願望とかですね。うん、あのまあ、え、うん、叩きとかうう全然入ってないんですよ。うんうん、ええ、そうなんですかって話なんですよ。でも、ね、で、うん、その人の言うには。あの富士の時はあんまり負けてないって言うんですね、うん、で、今度スペイン戦があの富士じゃないですか。そういうこと。中継が。継がうん、だもんで。 僕もこれを、ね、あの事前に言うとすごく怖いんですけど、うん、私はあの全く責任取れないんですけど某民放で長くあのスポーツ番組をやっていたディレクターさんはそういうふうに言ってました。 なるほどね。ここまでに。うん、いや、<で>じゃあ、あちょっと盛り上がってきた少し <laughs>、ね。あの、変わった共産党の中野区議会以外のすべての日本人は日本が勝つようにお祈りしましょう。ああ、お祈りしましょう。はい、共産党の人たち、本当に変だって分かりましたよね、今回、ね。はい、明日の百十番でやりますから。はい、ということで、えー、ちょっと、あの、ね、つ、つつまらないお話し,しました。それでは、はい。いや、つまら、つま、つまりました。はい。<laughs> えー、記事の第一歩目お願いします。お願いします。お願いします。ます愛子様誕生日おめでとうございます。ということで、小野寺さんのツイッターです。はい、本日は愛子内親王殿下のお誕生日であり、心から祝福を申し上げたい。同時に、日本人は皇室天範のこう。位順位は1位が秋篠宮。皇嗣殿下2位が。 悠仁親王殿下であることを忘れてはならないというふうにおっしゃっています。うん、こちらお願いします。ま皇、あ、位継承順位をちょっと皇位順位って書いちゃったんですね。すいません。それでですね。僕がこれ何で言ったのかなんですけれどもね。まあ、つい先日、秋篠宮まあ、孔子殿下のですね。あのお誕生日がありました。で、今日はですね。まあ、愛子親王殿下のお誕生日なんですけれども、扱い違わんかと。 もう愛子親王殿下、今日ずっとですね、素晴らしい、その、まあ、あ、女性に成長されましたと、まあ、学業も素晴らしくと、で、まあ、着,着るいろいろな衣装もこんなんで、こんな誕生日プレゼントを友達からもらったペンダントも、やっぱりすんごい長いニュースをやっていて、これ、その、行為継承順位で言ったら、秋篠宮 <laughs> 殿下の方がずっと上なのに、これなんでこんなことになっちゃってんのかなと。 で、実際ですね、まあ、あ愛子親王殿下を天皇陛下にみたいな声がある中で、もしかすると、まあ、その女性天皇、そして女系天皇まで持っていきたいっていう方たちは、そういう思いでね、ぼわーっと盛り上げているんだとしたらですよ、悪意を持って。これは注意しなきゃならないと。まあ、愛子親王殿下のお誕生日は私は本当に、まあ、素晴らしいなということで、まあ、祝福をしたいという一方で、 我々が間違えてはいけないのは、だからといって、愛子親王殿下が天皇陛下になるというような間違えた世論誘導というものに対しては、しっかりとチェックの目をまあ持って、そして、マスコミ怪しいなというような感じでですね、見る必要があるのではないかと、一部ですね、秋篠宮家に、まあ、誹謗中傷のようなことを言っている方たちもたくさんいますが、 いやいや、皇室に文句言うなと。まあ、いろいろな考えはあるまでも、我々の日本というものは、皇室を中心に動いてきて、まあ、これだけ長い繁栄をずっと築いてきた国家なのだから、皇室に文句言ったら天に唾を吐いてるのと一緒なんだと。だから、そういう声にも惑わされず、皇室天板もしっかり理解し、という意味で、このツイートをさせていただいたということでした。 そうですね。あの二位は久々新納殿下であるわけで、うん、まあそのあの久々新納の例えばお誕生日の時にもですね、まあ、まあ、同じぐらいね、うん、あの、うん、のボリュームのいろいろそのまあ、報道をねあのして、えー、いただきたいなと。もっと多くてもいいですもんね,、まあ、ね。そうですよね。うん、はい。ということでまあその確認でございますね。はい確認でございました。はい、はい。ということでございます。はい。手元お願いします。お願いします。はい貸していただきます。 宮台真司さん切りつけ事件でですすね橋本こえささんんのツイッターです宮台真理さんへの切りつけ事件もし犯人が無差別に襲撃していたならば不幸な事件ですが宮台真司さんを狙って犯行に及んだならば散々山上徹也を礼賛してきた側の責任は免れないでしょうねというふうにおっしゃっています。 切りつけるもことはいけないんですが、まあその犯人の動機っていうのが何なのか、まあこれはこれであの分析しなきゃいけないわけで、であのまあ僕あの都議会議員の時にその宮台さんとあの表現の自由の問題で協力したことがあるんですね。そうなんですか。えー、あのほと、えー、んどの問題であんまりその意見は合わない方なんですけど。意外ですね。ええー、表現の自由という問題において、まあ表現の自由をね。 これ、ね、右も左もねじれていて、あんまりこの問題引っ張りませんけど、うん、右の人にも表現を規制したい人と、僕みたいに表現の自由を断固として守りたい人といて、左にもです、ね、表現の自由を奪いたい人と、あの表現の自由を守りたい、まあ、本当純粋なリーベラルと、2つあって、ですね表現の自由をぶち壊したい人は、ね右、右と左でそれはそれで結合してて、で表現の自由を守りたい人は、 あの僕と宮台さんみたいにですねそこで連携したことがあるんですよ。でちょっといろいろな複雑な思いあるんですけどとにかくこの人はね <laughs> 口悪いんですよね、うん、あのとても人だからそれはあ,のあんまり身から出たらちゃべっちゃいけないんだけどそういうところも原因にあるのかなっていう気はするんですがだからといってあの、ね、この物理的に危害を加えるような犯罪を制度化するわけには 絶対に行かないのでですね。うん、あのまあ、言論でちゃんとねあの戦わせるべきで、うん、それをまあ、暴力でもってまあ口を不自由とか危害を加えるというのはまあ、断固とし支持ちゃいけませんですね。うん。僕このツイートまあこの橋本さんっていう方のツイートを読んでも実はあまりピンとこなかったんですよね。そもそも宮台さんって誰なのかってまあなんかオウム真理教の反対運動かなんかやってた教授かなんかなかったですか？ オウム心理教の反対なんだろうなオウム心理教を攻撃しようみたいな感じでなんか運動していた教授だったような、もしかしたら違ったらごめんなさい。ぐらいの知識しかないので、まあわかんないですね。あとこの人の名前聞いたらもしかしたら西田良介さんのお師匠さんかなっていうふうに思ったりもして、僕西田さんとすごい仲悪いので、そういう意味においてはあんまりこの人のこと知らないなということで、まあこれに対してあんまりコメントないですわ。 <laughs> 表現の自由を守るという立場からするとあの楽しい方でもなかなか怒らせちゃうようなこと言うんですね。<laughs> うん、だから、相手方は怒るようなことを言っちゃいますね残念なあで,でも安倍総理がお亡くなりになったことに対しては良、まあ、かったみたいな話のところにもしかしたら言ってたかもしれないということはわれわれとは違う考えを持っているっていうことなんですかね。要するにこの人がどっちらかというとそのまあ真ん中よりは、まあ、あの革新側のポジションにいるということはまあ間違いないですね。 オウム事件真相究明の会の呼びかけ人でもあるとあそうですよね、れそれでなんとなく名前聞いたことあるだけで、でも、孤独死のことあんまり詳しく知らないので、はい、コメントはこれぐらいで <laughs>、はい、はい、じゃあ、これはそれではい。うん いや表現の字の問題も長く話すと長いんだけどちょっといいですよ<あ>いいですよ話でいやいやあのきょ今日はいいですはい <laughs> 本当に皆さん本当に聞いてる方すいません僕は出たとこ勝負でいつも喋ってるので知らないものは知らないってことで <laughs> 何の何の前準備もしたない本当にすいません宮台さん知りませんはい,<の>い予定通り次のやつに行きましょうはい行きましょうはい次行かしますはい萩生田氏が包帯へということでトータルニュースワールドさんのツイッターです。 安倍氏の意思を継ぎ、萩生田政調会長が来月、包帯。自民三役の包帯はゼロ三年以来。ネット、高市総理、萩生田外相を求む。林外相、を更迭というふうな声もご紹介されています。こちらお願いします。はい。どうしましょう。どうぞ。じゃあ、はいまあ、僕はこれ本当素晴らしいなと思っていて。うん、もう、あの、毎年言ってくださいと。 <laughs> あ,のあるいは毎年あの2年に1回にしてねあの 1, 回1年ずつ向こうから来てもらう次の時はこっちが行くっていうふうに、ねまあ、そういうふうに緊密に行き来をしていただきたいなと思います、うんまあ、今回、台湾のまあ地方選挙があった中で、まあ、これから中国との関係どうなるのかということで、まあ、そのまあ大変な結果我々にとってはちょっとショッキングな結果になった中でこのタイミングで行くっていうのは本当素晴らしいなと僕も思ってるんです。 まあねまあそのおどおどしてるだけではなくてしっかりと言ってまあ日本の意思も伝えるでもこれ本当はね林外相をやる問題なんじゃないのかなみたいな <laughs> 外相なのに中国ばっかり行って台湾の方向かないとでも多くは台湾有事をどうするんだって考えてる中でまあそのアメリカのね高官も台湾にあれだけ行って。 台湾の位置づけ、これは日本にも直結する問題なんだって安倍さんが言ってる中で、この、まあ、萩生田さんがね、言ってる中で、行くっていう中で、林さん何考えてんのかなと、いうことで、まあ、それは全部トータルして言ったら、やっぱり岸田総理のね、その考えが本当に僕には見えないし、 まあど,うしどうするつもりなの、この外相を置いておいてっていう、ですねそういうなんかもう、えも言われぬような嫌な気持ちが、ですねこの、まあ、あ素晴らしいなという報道の陰にですね、ちょっと私、あるっていう感じですよね、うん、おっしゃる通りですね、あのまあ、これ萩生田さんが、ね、行くっていう、まあ、党の,あの、まあ、ト,ップトップというかそのまあ幹事長、幹事長、政調会長かとして行くっていうのは、 素晴らしいことで、まあ、従来の考え方からすると、まあえー、なかなかその国と国との関係というのをまあ対外的にその示すことが、まあ、日本は難しかったみたいなことを言うと、党がね、あのその代わりにきちんとしたまあ外立にまあその結びつくことをやるっていうのは、まあ、 え大事でですしもも本当はうううこういう状況中国はあそこまであの頭のおかしな国家になってきて、うん、台湾はまきちんとまあの民主主義と自由となんとかっていうことを重んじるその選挙もちゃんときちんとやってという国、うん、実際のきちんとした国家であり続けるのであの本当はもっと日本はアメリカに曖昧戦術をやめろと安倍さんがおっしゃったように、うん、日本自身ももっと踏み込んでね台湾と友好関係をえ作るべく、うん まあ本当は政府あの党じゃなくて政府高官がきちんと行くべきなんですけど林さんだとね,ねまあ林さんだと言っても、ねうん、あのあ挨拶する相手にねあのご指摘の人物こんにちはとか言いかねないから、うん、まあちょっと行かない方があな人は行かない方がいいんで,すよでもまあ林さんはいろいろな日本政府の今までの立場で行けないというのは分かっていますけどただ実際にじゃ中国との距離もね 取るる必要あるだろううという中で、私、行きたいんですってホイホイ行くみたいなその距離感もおかしいしもう少しどっしり構えて日本はどっちの方向に向いていくんだということもです、ね、国民に示さないということは日本があの進むべきあ,のあるいは示すべき外交方針と外交のえ行動は 彼はやらないので、やらないあのまあ、そういう人を任命してる岸田さんの責任ですね。うん、本当は、まあ、その通りの。この日本にあの現在のあのまあ、国際社会において、日本にとって一番大事な。二国間関係はアメリカであり、次は中国なわけですよ。それはあの重要だというのは仲良くしなきゃいけないという意味じゃなくて、距離について一番真剣に検討しなきゃいけないという意味でまあアメリカについて2番目に重要なあのまあ。 相手なんですね。で、うん、それについてまあ、合格点の行動が取れない岸。岸田政権と岸田政権のもの。まあ、外務大臣は早く変えなければいけないと。まあ、はい、残念ながらそういうことですよね。うん、はい、同感です。はい、萩田さん頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、はい、次お願いします。